やっほー、パニコだよ。今日はパニコがナレーションをするよーん。私の名前はさとみ、30歳の会社員です。自分でも自覚しているほど地味でパッとしない見た目で、仕事に対しての真面目さしか取り柄がありません。その一方で、私の妹ミナは集団にいても目立つ見た目で、小さい頃から比べられてきました。ミナは私のことをブスと見下して笑い物にしてくることも多かったのですが、妹の言うことなのでそこまで気にしないようにしていました。そう、あの日までは。ミナは私と同じ会社に入り、一緒に働き始めたのです。ミナが入社して1ヶ月ほど経った頃のことでした。お姉ちゃん、今何してるの？今仕事終わって帰るところ。どうしたの？ミナから連絡してくるなんて珍しいね。やっぱり行動も地味だね。陰キャはこれだから、いつまで経っても陰キャなんだよ。私がお姉ちゃんのせいで陰キャの妹って思われたらどうするのよ。そうだね、ごめん。ミナはもう仕事終わったの？終わったに決まってるでしょ。陰キャと一緒にしないでよ。私には仕事後の予定がぎっしり詰まってるんだから。そうなんだ。聞きたいんだけどさ、青木さんってお姉ちゃんと同期でしょ？彼女いるか知ってる？え？青木さん？なんで？私、青木さん気に入ってるんだよね。イケメンだし、出世しそうだし。お姉ちゃんと同期だって聞いたから、ちょっと聞いてみようかと思って。そうでもなかったら、陰キャに連絡なんてしないよ。ミナ、私、青木さんと付き合ってるの。あ？何言ってんの？妄想もいい加減にしないよ。本当なんだよね。だから青木さんは彼女いるってことになるかな。でもミナは可愛いからすぐに彼氏できると思うよ。ごめんね。マジでありえないんだけど。何私のこと見下してんの？陰キャのくせに私より上に立ったつもり？調子乗んなよ。そんなつもりじゃないけど、結婚を前提に付き合ってるから、そろそろ実家にも紹介しに行こうと思ってたところで。ありえない。あんたとは釣り合わないから。調子乗りすぎ。私はそういうつもりは全くなかったのですが、ミナを怒らせてしまいました。しかし悲劇はその直後に起こったのです。私と青木さんは結婚を前提に付き合っていたのですが、青木さんから突然 LINE が来ました。さとみ、ごめん。好きな人できたから別れて。え？好きな人？急すぎるよ。誰？会社の人？本当に最低だと思うんだけど、好きな人ってミナちゃんなんだよね。ミナって私の妹の？そう、ごめんね。悪いけど別れて。信じられない。私はさすがにショックでした。それから実家に帰るのをやめて、当分はミナと距離を置くことにしました。しかし二人とも同じ職場なので、どうしても顔を合わせてしまうし、青木さんとミナを見ているのも辛かったのですが、そんな私に転機が訪れました。そのおかげで私は二人のことを吹っ切れたのですが、そんなタイミングで距離を置いていたミナから急に連絡が来ました。お姉ちゃん久々って言っても、毎日会社で会ってるけど、お姉ちゃん無視するしね。何の用？冷たいな。実はね、私と青木さん結婚することになりました。え、そうなんだ。リアクション薄っ。何その反応。もうちょっとリアクションしてよ。結婚するんだね。おめでとう。お姉ちゃんのそういう余裕な態度、マジでムカつくわ。そんなことないよ。いつするの？ま、そんな態度だから婚約者にも捨てられちゃうんだけどね。お姉ちゃんほんとつまんない女だよね。そこまで言われる筋合いない。事実でしょ。仕事しかできないで生きてて楽しいの？さすがにそこまで言われると私も我慢の限界でした。私はミナに最後に復讐してやることを決意。ミナと青木さんの結婚の話はトントン拍子で進んだらしく、結婚式の準備も進んでいたところで、私はミナに最後の連絡をすることにしました。ミナ、結婚式もうすぐだね。
今さら何？私の幸せを妬んで嫌味でも言うつもり？そんなつもりないよ。幸せになってね。私、結婚式行かないから。え？姉なのに？自分の婚約者取られたからって、妹の結婚式に来ないって？心狭。だから捨てられるんだよ。そうかもね。でも捨てられてよかったと思ってるよ。は？どういうことよ。負け惜しみでしょ。私、海外赴任が決まったんだ。だから結婚式の時は、もう日本にいないの。いつの間に決まってたの？知らなかった。ミナは青木さんとお幸せにね。お母さんと同居だと思うけど、青木さんすっごいマザコンだから大変かもしれないけど。頑張ってね。え？同居？そんな話してないけど。そうなの？青木さんもう引っ越しの準備してるって部署で話題になってたし、実家のお母さんと離れたくないから海外勤務もできないし。ええ何？できるだけ早く結婚して家でお母さんを楽させたいって普段から言ってたよ。みんな知ってることだけど。いやいや、でも同居の話なんてしてないし、何かの間違いじゃない？ミナに話してないのはびっくりだけど、青木さんのお母さんとは話したの？話したけど、びっくりするほど無視されたからコミュ障なんだろうなと思って、あまり関わらないようにしようと思ってたけど。お母さん、私と一回も話さなかったよ。3年付き合ってたけど、青木さんとはべったりだしね。私はそんなところまで受け入れて結婚するつもりだったから、こんなにあっさり裏切られてびっくりだったけど。まあ責任持って頑張ってよ。ちょっと待ってよ。今彼に聞いたら、夫の親と同居するなんて当然だから言うまでもないかと思ってたって言われたんだけど。やっぱりね。会社でも転居届出してたし、みなも同意してるんだと思ってた。一戸建てがいいよねとは言ってたけど、まさか同居とは。ちなみにみなは青木さん出世しそうって言ってたけど、残念ながら出世は無理だと思うわよ。そんなわけないでしょ。自分が海外赴任に決まったからって人を見下すようなこと言わないでよ。事実だよ。青木さんはお母さんと離れたくないから長期出張も転勤もしませんって入社した時から宣言してるし、うちの会社では出世できないよ。そんなことも気づかなかったの？じゃあ出世できないで一生平社員ってこと？それはわからないけど、可能性はなくはないわよね。私仕事辞めるって言っちゃったんだけど。別に専業主婦になっても実家暮らしなら大丈夫じゃない？同居も納得してないし、専業だったら毎日あの人と一緒にいるってことでしょ。私だったら想像もできないけど。まあミナならきっと大丈夫。それ何の根拠もないでしょ。無責任なこと言わないでよ。なんでそういう大事なことをもっと早く言ってくれなかったの？それでも姉？うるせえよ。え？今まで私のこと姉として扱ったことあった？都合いい時だけ妹面してんじゃねえよ。お姉ちゃん、キャラ違うけど大丈夫？ミナが今までも何度も私にやっとできた彼氏奪ってきたの知ってるから、青木さんのことも教えたくなかった。人の彼氏奪うような奴になんで親切に忠告なんかしてやらなくちゃいけないの？待ってよ、私同居なんてしたくないし、出世の見込みがない人と結婚するのも嫌なんだけど。そんなの私に言われても困るし。会社も辞めたくない。あんな女と同居しながら専業主婦とか無理。わがまますぎ。自分で決めたことでしょ。私はもう海外に行くし、ミナとはもう二度と関わりたくないから、これで縁を切りたいと思います。え？縁なんて切れないでしょ。助けてよ。青木さんに東京は無理って説得してよ。私の知ったこっちゃないわ。もう私には妹はいません。結婚してお幸せにね。今までずっと見下されてきたけど、これからは他人だから。そんなのひどい。私はどうすればいいのよ。青木さんママと仲良くね。
私はそのまま海外の支社へ赴任しました。ミナは結局婚約破棄も言い出すことができず、結婚することになったそうですが、専業主婦で実家に同居することになったにもかかわらず、相変わらず青木さんのお母さんはミナのことを無視していて、青木さんはそれには全く興味を示さないんだそうです。私は海外で新たな人生のスタートを切ることができて、とても爽やかな気分で毎日過ごせています。妹ともマザコン彼氏とも縁を切ってよかったです。パニコのナレーションを聞いてくれてありがとう。次も楽しみにしててね。イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニピさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。